皆さん、はじめまして。同時通訳者で英語講師の山下恵里香と申します。本日はお招きいただきありがとうございます。まず3年生2日前に私立の入試があったと聞きました。まずはお疲れ様でした。まだこれからが本番という人の方が多いとは思いますけど、今日は少しリラックスして話を聞いてもらえればなと思います。で、一番最初にちょっと説明しておきたいことがあって、こういう講演なんかだと、ここにこうプロジェクターって用意して、資料を見せながらお話しすることが多いんですよね。でも今日はあえてプロジェクターは使いません。なんでかっていうと、人は見るものがあるとどうしても意識がそっちに行っちゃうんですよ。で、それ見ちゃうんですよ。で、見ちゃうとどうしても耳がおろそかになる。で、人の話をね、音だけで聞くって結構難しいことなんですよ。私は通訳者としてそういう仕事をしていて、人の話をしっかり聞くっていうのが仕事なんですけど、なかなか普段そういう機会ってないと思うので、今日はあえて音だけで人の話を聞く難しさと、それに必要な集中力の高さ、それからだからこそ働く想像力っていうものを体験してもらおうと思って、あえてマイクだけで話をさせてもらいます。で、お昼の後でみんな眠たい時間だと思うんですよ。申し訳ないなと思うんですけど、できるだけ退屈させないように頑張るので、数十分間お付き合いください。で、私は昨年の5月に初心者のための英語学習ガイドという本を出版しました。これ伊原中学校にも一冊送らせてもらって、図書室に置いてくださいってお願いしたので、もしかするともう読んでくれた人もいるかもしれませんけど、この本は英語ができるようになるためにはどんな勉強をどんな順番でやれば一番の近道なのかということを説明した本です。で、この中にも書いてありますが、英語ができるようになるために一番大事なのは中学校で習う英語、今みんなが授業でやってる英語なんですっていう話を交えながら、今日は6個のポイントについてお話ししたいと思います。まず1つ目が私の英語学習歴について、どんなふうに英語を勉強してきたのか。2つ目が通訳という仕事について、で、3つ目は通訳っていう仕事の魅力について、で、4つ目がやりたいことを見つけてそれを実現するために必要なことについて、で、5つ目、英語で広がる可能性について。で、最後の6個目は、本当に使える英語を身につけるためにはどんなことが必要なのか。そんな話をしていきたいと思います。では、まず私の英語学習歴から。私は小学校4年生から6年生まで3年間、英語塾に通っていました。で、ここではゲームとか歌とかで楽しみながら英語に触れるっていう教室だったんですね。で、3年間を週1で通ってたんですよ。で、卒業の年にそのタイミングで卒業記念に英検5級を教室全体で受けたんです。で、クラスの半分ぐらいは合格だったんですが、私はそれに落ちました。英検5級不合格、私の英語人生ここから始まっています。最初から英語できたわけじゃないんです。で、中学にそのまま入って、まあ、この英検5級落ちたこと自体はそれほどショックじゃなかったんですよ。英語向かないのかなと思った程度で。で、中学入って一番最初のテストでいい点取りました。50点満点中49点取りました。これは嬉しくて、それから英語勉強するようになったんです。単純でしょ。で、それからだんだん英語好きになってたんです。3年生の時にスピーチコンテストがありました。1年生の時に3年生の先輩の英語のスピーチを聞いて、私3年生になったら絶対これに出たいと思ってたんですよ。もうすっごくかっこよくて、で、やりたい人って言った時にもう真っ先に手を挙げました。やりたいって。でも7、8人やりたいって言った人いたんです。で、学校の代表ってもちろん1人だけなので、校内選考会が開かれて、で、その選考会の1週間前に
まあ、立候補した人たちが集められて、お題というか課題を伝えられたんですね。選考会で読み上げる課題、教科書のレッスン4を練習してきなさいと言われました。英語の教科書のレッスンって1から4とか5まであるでしょ。で、当日どこを読んでもらうかは当日指定しますと。だからレッスン4全体を練習してきなさい。ただし当日教科書は読んでいいよって言われてたんです。覚えてくる必要はない、ただ練習してきなさい。で、この日に集まったメンバー見たら、まあ私より成績がすごくいい子だったり、小さい頃から英会話やってて英語が得意な子だったり、まあ私が普通に考えて選ばれることはないだろうっていうメンバーが揃ってたんです。それでもどうしても出たい、じゃあどうしようか。いきなり成績は上がらないし、今までのテストの成績はどうにもならないでしょ。いきなり英語上手にならないですよね。で、考えたのがレッスン4を丸暗唱していこうと思ったんですよ。当日みんなはきっと教科書を読むから、私は教科書を見ないで先生たちの目を見て前を見て読み上げをやろうと思ったわけです。で、1週間かけて何回も何回も演読をしてレッスン4全部を丸暗唱しました。で、当日は自分が決めた通り教科書を自分の席に置いたまま先生たちの目を見て暗唱してやりました。で、これをこの熱意を買ってくれた先生が私を代表に猛プッシュしてくれて、その年私は伊原中学校代表としてスピーチコンテストに出ることができました。ただね、スピーチコンテストは、まあ、なかなかやっぱりみんな英語上手な人がいて市内大会止まりだったんですけど、この時に教科書のこのレッスン4を覚えたっていうのがこの後すごく役に立ったんですよ。直後のテストでね、このレッスン4が試験範囲だったんです。で、テストが面白いぐらいよく解けたんですよ。スラスラ解けて、頭の中でその教科書の文章が流れるんですよ。だから文法問題も間違わないし、意味もちゃんと和訳もできるし。で、あ、教科書を覚えてるとテストこんなに楽なんだ、こんなに楽しく解けるんだっていうのに気づいて、で、その時も3年生でしたから受験勉強の真っ最中だったんだよね。で、これは必ず高校受験にも役に立つと思って、その日から中1の教科書まで戻って毎日いっぱい音読をして少しずつ暗唱できるパートを増やしていきました。で、高校受験までに英語の教科書中1から中3まで3冊丸暗唱しました。もうどこに何が載ってるかまで完璧に覚えた。で、当然これは高校受験にも役に立って、あの英語もすごくよく解けたんですけど、ここで終わらないんですよ。これがこの後さらに役に立ったことがあって、高校2年生の時に私アメリカに1年間留学したんですね。で、その初日、向こうにアメリカに着いて一番最初にやることってホストファミリーとの対面なんですよ。で、その日私を迎えに来るホストファミリーは20代の若いご夫婦だって聞いてたんですけど、行ってみたらどうも50代、かなりお年が上のご夫婦が迎えに来てて、あれおかしいなってなるじゃないですか。でも彼らはエリカを迎えに来たっていうわけですよ。で、コーディネーターさんもこの人たちだよっていうし、よくわかんなくて、で、もう長時間、10何時間のフライトだから疲れてるし、緊張もしてるし、パニック状態で最初何言ってるか全然わかんなかったんですけど、その人たちがゆっくり状況を説明してくれて、3回目ぐらいでなんとなく言ってることが分かってきたんです。どうやら私のホストファミリーは今友達の結婚式で州の外にいて3日後に戻ってくる、だからそれまであなたがうちで預かることになってるんですよって言ってるっぽいっていうのが分かってきた。でもっぽいじゃ困るし確認しなきゃいけませんよね。で、こんなやり取りをしました。 So, you're not my host family. では、あなたたちは私のホストファミリーではないんですね。 Right, その通りです。 And my host family is not here. They will come back 3 days later. で、私のホストファミリーは今ここにいなくて3日後に戻ってくる。 That's right, その通り。 Until they come backI will stay at your house. で、彼らが戻ってくるまで私はあなたたちの家に滞在する。 Yes, そうです。そういうやり取りをしました。
2、3年生分かったよね。大体分かったでしょ。これ中学2年生までに習う英語だけで構成されてます。で、中学校その時にね、私がこんなにスラスラとちゃんと確認する英語が話せたっていうのは、中学校の教科書の中で覚えた文法とか例文とかいろいろ覚えてたからなんですよ。あ、こうやって言えばちゃんと伝わるっていうのが自信を持って出せたからなんです。だからアメリカに着いたその直後に、本当にもう着いてすぐに、こんな複雑な状況をちゃんと確認できるだけの会話が中学の英語だけでできるっていうことに感動したんです。それ以来私は英語を勉強するなら中学校3年間の英語が一番大事っていうのを、いろんな人に伝えています。で、それが私の信念です。で、1年間アメリカで過ごして日本に帰国して高校卒業して、大学はまたアメリカに行きました。もっと英語で勉強もしたいと思ったからです。で、アメリカの大学にいるときに通訳者になりたいと思うようになって、で、日本に帰国して通訳学校に通って通訳訓練を受けて通訳者になりました。では通訳っていう仕事についてちょっと説明したいと思います。まずね、通訳と翻訳の違いがよく分かってない人って結構いるようなので説明しておくと、通訳っていうのは耳で聞いて声に出して訳す、これが通訳。翻訳っていうのは文章を読んで書いて訳す、この違いです。で、通訳には逐次通訳と同時通訳っていう2つのスタイルがあります。逐次通訳っていうのは、さっき私がホストファミリーとのやり取りでやったように、1人が英語で話す、通訳者が日本語に訳す、英語で話す、通訳者が訳す、これを交互にやっていく、交互に喋るパターン、これが逐次通訳。同時通訳っていうのは聞きながら話します。どうやってやるのって思うかもしれないけど、本当にこんなことやるんですよ。スピーカー、話す人は話し続けます。で、それを通訳はブースっていうね、小さい部屋に入って機械を通して発言者の声を聞きます。ヘッドホンで集中しなきゃいけないから雑音をシャットアウトするためにこういうスタイルを取るんです。で、マイクに向かって訳していく。だからヘッドホンで英語を聞きながら同時に日本語で訳していく、これが同時通訳です。で、通訳って英語ができれば簡単にできると思われがちなんですけど、全然そんなことはないんです。通訳には通訳技術っていう特殊な技術が必要なんです。例えばその代表格が記憶する技術、これリテンションと言われるものなんですけど、まずね、人の話をちゃんと覚えていられないと正確に訳せませんよね。で、人の話を覚えるなんて自分もやるよって簡単じゃんって思うかもしれませんけど、例えば1分間っていう長い時間、人が言った自分の言葉じゃない誰かの言葉をね、一言一句正確に記憶する能力、これは訓練をしないと身につきません。それと同時に訳す技術っていうのも、ただ言葉を知っているだけではできないことがたくさんあります。例えば日本語と英語っていうのは文法が違いますよね。みんなきっとそれですごく悩んでると思うんですよ。全然文法の並びが違うから、もう英語を言葉として認識できない、覚えられない。で、文法が違うだけじゃなくて、日本っていう国の文化、英語圏の国の文化、全然違いますよね。この辺も全部分かった上で適切な訳語を選ばなきゃいけない。例えばね、よろしくお願いしますっていう日本語ありますよね。これ日本人よく使うんですよ。でもこれに対応する英語ってないんです。ないどころか英語ではよろしくお願いします的なことを言わないんですよ。だから日本人のスピーカーがよろしくお願いしますって言った時に、あえてこれを訳さないっていう判断をすることもあれば、文脈の中でこう訳した方がいい、ああ訳した方がいい、いろんな訳し方があって、その中でどれを選ぶべきか、どれが適切なのか、それを知ってるかどうかっていうのも通訳者として必要な知識なんです。それから言葉の知識だけじゃなくて、いろんなことに関する知識が必要になるのが通訳者っていう職業なんです。どんなことでも知ってなきゃいけないって言われる、とっても理不尽な職業なんですよ、これは。なぜかっていうと、誰かの、自分ではない誰かの話を訳さなきゃいけないんですよね、私たちは。そうすると、この人が
話している内容を正確に、ね、理解して記憶するためにはこの人と同じだけの知識レベルが必要なんですよ。だから大学教授の話を訳すなら大学教授と同じだけの知識が必要、そういう仕事なんです。でも、もちろんその一人だけじゃないのでいろんな人の話を訳さなきゃならないからどんな話がしても大丈夫なように勉強しなきゃいけないっていう仕事なんです。例えば私が過去にやった仕事を例に挙げると、前に医療関係のセミナーをやったんですよね。その時はもうこんな分厚いテキストを1週間で日本語と英語両方で読み込んで理解しなきゃいけないっていうことがあったり、去年アメリカ人の経済学の教授の通訳を大学でしたんですけど、講義のね通訳を、その時にはもう過去10年間で勉強したこと全部必要だったっていう、そういう大変な仕事も実際にありました。だから知識が大事、ただ言葉を知ってるだけでは、英語が話せる日本語が話せるだけではできないのが通訳とか翻訳っていう仕事なんです。じゃあ通訳のこんな大変な通訳の魅力って何なのかっていうと、いろんな世界に触れることができます。今まで私の一番最初の仕事はね、なんと静岡のみかんだったんですよ。青島みかんの輸出会議が私の通訳デビューの仕事で、そこからまあ IT とか医療とかあとは環境とかいろんな分野の通訳をしてきました。それからいろんな人のものの見方とか考え方に触れることができるのもこの仕事の面白いところです。しかも深く触れるんですよね。理解しないと訳せないから、これはとっても面白いです。それから社会をリードする人たちと仕事ができること、通訳を使う人たちっていうのは会社組織の中でも立場が上の人たちが多いんです。だから役員とか会長社長クラスの人たちと仕事をすることが多くて、こういう人たちとは一緒に仕事をするだけでいろんなことが学べます。とっても刺激的な仕事です。でここまでが大体通訳の魅力って何ですかって通訳者に聞くという魅力なんですけど、私個人としてこれに加えて通訳が好きなところは、まず自分が好きな英語とこれまで勉強してきたこと全部が 100% 生かしきれるっていうのがすごく楽しい仕事です。勉強は大変ですけどね。あとはぴったりな役、これ以上伝わる役はないっていう役が出せた時がすごく気持ちいいんですよ。このすごく気持ちいいのが忘れられなくてやめられないっていうのもあります。はい、では次のポイント、やりたいことを見つけて実現、それを実現するために必要なことについて、私は英語が好きっていうところから始まって、それを通訳っていう仕事に生かしてる立場の人間で、いろんな人に好きを仕事にできていいねって言われるんです。じゃあこうしていくためには、そうなるためには何が必要なのか。まず私が通訳者になった経緯ですけど、私はみんなぐらいの中学生の時から英語が好きでした。で高校で高校留学をして、大学もアメリカに行って、でも仕事は日本でしたいなって思ってたんですよ。じゃあ日本で一番英語が使える仕事って何だろうって考えた時に、通訳か翻訳かなっていうのが最初に頭に浮かんだんです。で私は英語の音に触れるのが好きだったので通訳を選びました。で通訳になりたいって思ったからといってすぐなれるわけじゃないですよね。でまずその時点で通訳ってどうやってなるものなのかっていうのを全然知らなかったので、まずネットで調べました。それから SNS で先輩通訳者さんの話を聞いたりもしました。で通訳訓練とか通訳学校っていうものがあるっていうのを知って、通訳学校に行って通訳の訓練を受けて通訳者になりました。で私は英語が好きっていうところから始めてるんですけど、でも通訳になりたいと思ったのは割と後になってからなんですよね。それまで英語で何ができるんだろう、どんな風に私の将来決めればいいんだろう、いろいろ考えました。悩んだ時期もたくさんありました。で、すぐに目標って見つけられなくてもいいんですよ。じゃあそのために何が必要なのか、目標を見つけるために、もしくは目標が見つかった時のために必要なのは、何でも好き嫌いせず勉強すること、それから勉強だけじゃなくてスポーツとか習い事、部活も含めやってみたいと思ったことは何でもやってみることです。私は幼稚園から中学卒業までピアノを習っていました。でこのピアノは英語に必要な音感を育ててくれました。
で小学校から高校卒業まで柔道もやってたんですけど、この柔道の経験がきっかけで、あの全日本テコンドー協会っていうテコンドーの競技団体から通訳のオファーをもらって、でそれがきっかけで今オリンピック関連の通訳もやっています。でこれはね、私の柔道の師匠の教えなんですが、何でもいいから自分はこれだけは絶対に誰にも負けないというものを作りなさい。これはね、小学校の時からよく聞いてたんですよ。もちろんまあ柔道の道場だったので柔道頑張れって話もあったんですけど、私の場合これは英語だったんです。だからまず自分が好きなことを追求する、でそれをとにかく頑張る、自分の自信の源にしていく、そこからやりたいこと、好きなことって、目標にしたいことって見つかっていくんだと思います。それからこれと同じぐらい大事なのは、たくさんの人の話を聞きましょう。特に自分とは考え方の違う人の話、これをよく聞くこと。この人自分とは全く違う考え方を持ってるから、この人の話聞かないじゃなくて、聞きたくないじゃなくて、だからこそ自分にはない視点とか持ってますし、経験をしてますし、そういう人たちの話を聞くってすごく大事です。それはみんなの世界を広げてくれます。でこれはもう物心ついた時からインターネットが身近にあったみんなにだから言うんですけど、気になることがあったら何でもネット検索してみましょう。これってどういうことなのかな、これって何なのかなって思ったら何でもネット検索をしてみる。で気になることがあるっていうのは、自分の中にそれに共鳴する何かがあるかもしれないでしょ。でそこからまたやりたいこと、さらに知りたいことが見つかるかもしれないじゃないですか。そしたらもっともっと調べる。ネットに載ってる情報っていうのは全てが正しいわけじゃないです。実際にね、フェイクニュースっていう単語もあるぐらい、あの間違った情報が載っていることもあります。でもやっぱりインターネットから得られる情報量ってすごくたくさんあって、そこから学べるものも本当にたくさんあります。これは私が中学生の時にはなかったツールなんですよ。だからぜひみんなにはこれを活用してほしい。それからこの検索技術っていうのはね、これからのみんなにとって英語力と同じぐらい大事になってくる技術です。どんなキーワードを入れれば自分が欲しい情報が手に入るのか、これを感覚的に知ってるっていうのはまだピンとこないと思いますけど、大人になった時必ず役に立ちます。だから勉強っていう感じじゃなくて、自分の知りたいことを知るために少しずつ少しずつ検索をしてコツをつかんでいく、という感じでこのスキルもぜひ伸ばしていってほしいなと思います。それでは英語で広がる可能性について、これは話し始めたらとても数十分では足りないので、一つだけ今日はお話ししたいと思います。数です。単純に今日本の人口ってどれぐらいいるか知ってますか？1億ちょっとです。でこれが今少子高齢化で減ってるんですよね。で世界人口っていうのは今70億人以上いるんですよ。増え続けてるんです、世界の人口は。もちろんこの70億全員が英語ができるわけではないですけれども、英語ができれば1億から数十億に可能性が広がるんですよ。でさっきいろんな人の話聞きましょうって言いましたけど、英語じゃないと聞けない話たくさんあります。訳されてないとても貴重な話ってたくさんあるんです。訳されてなくて英語ができないと聞けないでしょ。聞きたいと思った時、自分が聞きたいと思った話は英語でしか聞けなかった場合もったいないですよね。だからやっぱり英語ができるっていうのはそれだけ聞ける話の幅が広がる。それと同じでさっきの検索の話にもつながるんですけど、日本語だけで得られる情報よりもプラス英語で得られる情報量の方が圧倒的に多いんですよ。まあそれはそうですよね。日本の人口1億人ちょっと、英語人口は数十億。そうするとその英語圏だけじゃなくて、英語を公用語として使っている国、もしくは第二言語として使っている、そういうところから出てくる情報も英語で出てきますから、そういうところの情報も拾っていけるわけですよ。だから
それだけ世界は広がります。それから好きを仕事にするなら、例えば今 YouTuber が人気の職業だと聞いていますが、 YouTuber もね、日本語だけで発信してたらリーチできるのは、その配信を聞いてくれるのが多くて1億、まあ、プラス海外で日本語を勉強している人たちですけど、日本語と英語と両方で配信できたら可能性数十倍でしょ。数十億人にそれを届ける可能性があるわけですよ。そういうふうに英語っていうのは可能性を広げてくれる、使えるツールです。では本当に使える英語を身につけるためにはどんなことが必要なのか、今まで何回も言ってきましたけど、今中学校でやっている英語の勉強をしっかり頑張ること、みんなに言えるのはこれです。で、みんなの周りにはね、日本の英語教育は間違ってるっていう大人いっぱいいると思うんですよ。これはすごく残念なことだと思っています。で、きついこと言いますけど、これは間違いだし、ただの言い訳なんです。中学高校で6年間英語やったのに話せないっていうのはね、単純にその力がつくほど努力しなかったからなんですよ。ただ教室に座って英語の授業を受けてるだけで英語できるようになるなら、そんな楽なことはない。努力が必要で、この6年間やったのにっていうのは他の教科も同じことで、例えば国語、小1から高校まで入れたら12年間やるでしょ。じゃあこの12年間で覚えた漢字をね、何にも見ないで全部書けますかとか、世界地図を何にも見ないで書けますか、こういうこと言ってるのと同じなんですよ。ほとんど人書けませんよ、こんなの。私だって分かんない漢字はいちいち調べながら書いています。だから努力が必要。じゃあどんな努力が必要なのか、みんなにお勧めしたいのは英語の教科書の音読です。これ私が実際中学生の時にやったやつね。教科書ってただ目で追ってるだけだとどうしても記憶に残りづらいんですよ。もうスーッと抜けていっちゃう。で、口を動かして英語を読むと、まず口を動かすでしょ。そうするとこれを自分が発したことを耳で聞くでしょ。両方使うことで目だけじゃなくて口と耳の記憶にも残し、これをリンクして残していくことができる。で、目安は毎日1箇所、例えば1の2とか3の1とか、全レッスンやらなくても1箇所でいいです。だいたい教科書半分、ページ半分から1ページぐらいだと思いますが、これを5回繰り返して音読してみましょう。これだけで覚えられるとは言いませんけど、もちろんもっと完全に覚えるにはもっと何回もやる必要があると思いますし、個人差ありますけど、5回繰り返して音読すれば、毎日これを続ければ必ずいい変化がやってきます。で、大事なのは読み方がわからない単語、これをローマ字読みなんかしないで適当に読まないで、分かんなかったら先生とか友達に聞く、もしくはできれば教科書の読み上げ CD ってありますよね、ネイティブの先生が吹き込んでるやつ、ああいうのを使って勉強をする。で、なんでかっていうと、これ適当に読んで覚えちゃうといざ使うときに伝わらないです。例えばね、ナイスをニセなんて読んだら絶対伝わらないでしょ。そういうことなんですよ。で、それと同じで発音を適当にしないこと、中学生のみんなはまだ多感なお年頃で、なかなかこうネイティブっぽい英語を話すのに抵抗があって、ジャパニーズ・イングリッシュの発音になってしまうという事情もわからないではないんですけど、やっぱりこれいざ使うときに相手にちゃんと伝わる発音で練習をするっていうのが大事です。この音読っていうのはただ文章を覚えて勉強に役立てるだけじゃなくて、ゆくゆくは言葉として英語を使うときにどうやって使うかっていうのをちゃんと勉強しておくために必要っていうのもあります。なので内容を理解しながら音読する、これも大事ですね。ただここにある英語を字面だけ追っかけて内容よくわかんないで読み上げていてはいけません。それがどういう意味なのかっていうのもちゃんと把握しながら音読をする、これは日々の勉強にもつながりますからね。だから
こうやって英語を勉強とでもコミュニケーションツールと両方で意識しながら触れていく、そのために音読っていうのはすごく有効なやり方です。英語の教科書っていうのは正しく伝わる英語の例文の例文集なんですよ。すごくたくさんいい例文が載っていて、これを覚えてるだけで応用していくといろんな会話ができるようになります。これは実際に私がアメリカ留学で体験したことです。これは私の実体験で、教科書だからこそ教科書の内容を暗唱できるように音読をするっていうのが英語でコミュニケーションが取れるようになるための一番の近道なんです。これは私が保証します。絶対、これは絶対だから。で、完全に暗唱できなくてもね、もちろんちゃんと暗唱できた方が役に立つ確率は上がるけれども、完全にできなくても少しでも耳と口に残る記憶っていうのは目だけよりも役に立つ確率が上がっていきますから、少しでも正しい英語を自分の中に残せるように少しずつやってみてはいかがかなと思います。でね、もちろん英語以外の勉強しなくていいっていう話ではないんです。英語以外の授業も勉強もすごく大事なんですよ。どういうことかっていうと、例えば数学、方程式とか関数とか、自分は大人になっても絶対使わない、だからこんなのやる意味ないって思いながら数学の授業を受けていませんか？私は中学生の時そうでした。これ本当に役に立つのかなって思いながらやってたんですよ。でも英語っていう言語は、言葉は論理、その筋道を立てて理解したり考えたりする、そういう力がすごく必要な言葉なんです、使いこなすために。で、この方程式とか関数とか、これが大事っていうのももちろん勉強の中ではね大事ですけど、言葉を使う上で大事なのは、例えば文章問題を読んで何を問われているのかを理解する、どんな答えを導き出せばいいのか考える、じゃあこの答えを導き出すためにどんなプロセスを踏めばいいのか、そういうのを考える、理解する、こういう力を育てるための数学の勉強なんです。だから連立方程式とか関数とかね、将来これ自体を使わなくても、それを解くプロセスっていうのは必ず言葉を使う上で、もちろん日本語も含めです、英語を使う上で、日本語を使う上で役に立っていく力なんです。だから役に立たないだろうなんて思わないで、これもしっかり勉強するようにしてください。で、今度は社会と理解、これはどうなんだろう。私の通訳の恩師の言葉に、言葉の力の半分は知識の力という教えがあります。つまり言葉を使うためには知識が必要で、知識があればあるだけ言葉は自由に使えるんです。社会とか理科っていうのは身の回りのことを知るための理科、社会の仕組みを知るための社会、知識を増やすために必要な教科なんです。だからこれも大事。で、最後に国語の授業、実は英語を使えるようになるためには、これが英語よりも大事なんです。理解する力、考える力、自分の思いを表現する力、こういうのを育ててくれるのが日本語の勉強、国語の授業なんですけど、なんでこれが英語を使うためには英語よりも大事かっていうと、日本語でできないことは英語ではもっとできないからなんです。ね、よく英語は英語で理解して英語で考えましょうって言いますよね。これ結構聞いてると思うんですよ。で、これは英語力がそこそこあって、日本語もちゃんと使える人がやるなら有効なんです。ただ中学生にはまだ早い、これは。なんでかっていうと、分かりやすく言いますと、みんな今12歳から15歳ぐらいですよね、中学生、1年生から3年生。で、みんな日本語で育ってきてるでしょ？っていうことは、みんなの日本語レベルっていうのは、12歳から15歳のレベルなんですよ。でも、英語勉強し始めてまだ1年から3年で、みんなの英語力って、年齢でいうとどれぐらいだと思いますか？まあ、単純な比較はできないですけど、せいぜい幼稚園児レベルなんですよね。
で、幼稚園児レベルの言葉の力、英語力で中学生が理解したり考えたりする力を育てるのは足りないんですよ、力が、幼稚園児レベルでは。だから今のうちは理解する力、考える力、表現する力、これは日本語で育てて、これをゆくゆくは英語に応用していく。みんなにとってはその方が近道です。で、最後にこれあんまり聞きたくはないと思いますが、中学生、高校生、まあ、これから高校生になる3年生、中学生、高校生、まあ、大学まで行く人もいるかもしれませんけど、勉強だけしてればいい時期って今だけなんです。部活忙しいとかいろいろ事情があると思いますが、でも勉強だけしてればいいって今だけ。でもしたくないとは思います。でもね、例えば大人になって勉強し直さなきゃならない、特に英語は大人になってから勉強し直す人とっても多いです。今仕事ですごく必要な場面が増えてきているから。そうすると大人はね、働いてるでしょ日中。そうすると勉強に取れる時間って、仕事が終わって家に帰ってきた夜、もしくは休みの日しかないですよね。つまり大人になってから勉強時間取ろうと思ったら、寝る時間削るか、休みの日の休んだり遊びに行ったりする時間を削らなきゃいけないんですよ。でそこから削り出した1時間にね、私の生徒さんたちは、これ私のホームページに書いてあるので言っちゃいますけど、1万円のお金を払っています。大人になったらお金もかかるし、時間を作るのも大変で、みんなが受けてる中学生までの教育っていうのは、義務教育っていうのは無料なんですよ。だからお金をかけずに時間をたっぷり使って勉強できる、今のうちに勉強しておくことを心からお勧めします。とはいえね、こうやって言ったからってじゃあ勉強しようっていうほど単純じゃないのもわかります。まあ勉強しろしろって言われてね、しなきゃならないの分かってるんだけど、なかなか勉強できないっていうのも理解はできます。じゃあ大人になって勉強し直さなきゃならなかった時に、これだけ覚えておいてください。もう今日何の話忘れてもいいから、どこ忘れてもいいから、ここだけ覚えておいてください。大人になって英語の学び直しが必要になったら、1週間でペラペラとか、これだけやれば大丈夫、そんな魔法の方法はありません。そんな甘い言葉に惑わされないで、中学校の教科書に戻ってきてください。この3冊をしっかり復習すること、音読してやり直すこと、これが使える英語への一番の近道です。ではお話ここまでにして、質問を受け付けたいと思います。